おはようございます。見てください、この光景。それぞれに転がって何か自分の見たいものを見てます。じゃんじゃんじゃんじゃーん。ミスド、おはよう。おはよう。とパパがナゲットを買ってきてくれたので、ナゲットと、これはお腹すいた、かんちゃんが卒業式でもらったバラ。すげー、きれい。ドーナツ早い者勝ちだぞ。ピーして。はい、みんなドーナツのためなら動くのか。これ美味しそう、はい、これこれ美味しそう、これ美味しそうでしょ。これこれね、ハートのほら、うぇ、お父さんのアキラ。このはこれ、なんかクランチの。美味しそう。はい、りんくんはイチゴ、みんちゃんはチョコレート、きちゃんは今日10時からヘアカットが入ってるから、カットヘア、あと1時間ぐらいしたらもう出なきゃいけない。どうですか、新作ドーナツ。投げて食べた。僕美味しい。僕美味しい。うん、料理悪いけど、突き刺さって。アチャピのどう、それ美味しい。美味しい。ママもそれ食べようかな。あなたは何をしているのかしら。めっちゃ塗ってる。うん、やっぱ最初がデコボコだったけん、めっちゃ難しい。あー、綺麗にする。かんちゃんの趣味の一つ。なんだ、私は騒がしい。頭突き。YouTube 見てるの邪魔されてんの。アチャピは何してんのかな。昨日卒業式だったので、洗濯物が回せてなくて、もりもり溜まってます。動画を1本撮りました。荷物が届きました。リファールの取って、おお、期間が待ってたやつ。おー、これはね、時々買い替えないといけません。やっぱりここがもう壊れちゃって、めちゃめちゃ使いやすそうですね。あとね、取って買うついでにフライパンも買いました。いいね、バッチリ。お弁当用のいろんな顔が抜けるやつ。ママ、何？今日の昼ご飯は、うん、ペヤングがいい。ペヤングがいい。僕もペヤング食べたいの。ご飯炊いてたんだけど、これとかも鼻のとこにあるんだけど、目として使えたりとか、いろんなねパーツで使えるのね。銀が来週お弁当なのでね、喜ぶかなと思って買いました。これ巨大タッパー、最近あの味玉にハマってね、高さもたっぷりあるタッパーを買いました。これで安心して作れるわ。2つ。はい、ヘヨングです。アキポンは美容室の帰りにスタバを買ってきましたね。あの人多分スコーンを食べてるんじゃないかな。あちゃー、ママとカンちゃんは残ったビーフシチューを片付けなければいけません。ちゃんとビーフシチューを食べてます。今日は何で吸ってますか。わかんない。できるだけ。できるだけ。温泉久しぶりじゃない？ああ、めっちゃ久しぶりだよ。こちらの二人はペヤングですね。ペヤング。あとはこの子は動画に出てるか、近々登場するか。さっきちょっと動画を撮りました。可愛いです。皆さんも買って。皆さんも買って。ずっとゴロゴロしてんじゃん、ベッドで。今日一日何の遊び。変な人。めっちゃいいとこにいる。広くします。暑いね。僕たちの家族紹介。はい、どうぞ。ヨギー。
の子供が僕じゃん。ギョイギのお母さんがこの子。こんなしてるの僕たちだけど。警察捕まんないかな。背中と頭ついた。ついてるじゃん、背中と頭。プロベスごっこ。プロベス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 。よいどん。はい、負け。頭だよ。はい、勝った。一回で当たっていってる通り。せーの、滑らない。バカ。はい、入れるそうですよ。デブって言った系で叱られてます。あちゃぴのことデブって言ったら潰されてます。お前わかるようにしてやる。いいお湯でしたね、銀くん。ありがとう、あげわぎロボット。めっちゃ遠いな、これ後ろ。寿司を買ってきったよ。癒されました。体がほぐれました。海鮮サラダ、お刺身、鶏肉とか、ミチャーハン、小腹が空いた時のラスク。なんか買ってる。辛そう。スパムを久しぶりに買って、デンマークのなんかスパムみたいなやつあったから。パパがカゴに入れてきた。最近ハマってるほろ酔いのレモンみかん。めっちゃ美味しい。これ銀がね、最初カゴに入れてくれたんだけど、美味しいこれ。卵かけご飯の醤油、秋ポン用に買いました。パルムのほうじ茶味、これ気になる。後で食べてみよう。最近ハマってる焼き鳥を作ろうと思いますが、みんなのお腹は間に合うでしょうか。お腹すいたね。お寿司先食べてていいよ。はい。あんちゃんがカタログギフトをいただいて、プライベートレベルの時計だそうです。これをつけていくのかな、高校生活。それさ、一回つけてみたんだよ今、うん、そしたらさ、つけ方合ってるそれ。うん、合ってる。これトン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 ってして外すやつが、多分パパが持ってると思う。降り始めた雪は消して、ネギを焼く。焼きます。明日眉毛サロンを予約しました。楽しみやね。ワクワクしてます。このゲジマヨから卒業です。菜箸菜箸とは当たりかな、はい、地味に当たり。ネギ豆乳。これからなるべく料理をしようと思います。おお、そんなの僕ができてますか。皆さんが承認です。パンはこれからなるべく料理をしようと思います。昨日喋ってたの、友達と。カップラーメンしか作れないって。あんたら将来なんて生きていけないよみたいに言われて。自炊できればでもなんとか生きていけない。でも学生の間はね、本当時間そんなないから。時間があるならバイトとかしてるし、自炊しようとして寝そう。そうだね、寝落ち気ぃつけたもんだね。うわぁ、絶対する。そういうなんか生活面が心配すぎて、なんか一人暮らしさせられない。はい、銀くんお寿司が食べれないので、ご飯です。寿司食べれんやつとかおる。アレルギーとかではありません。お布団今日見てないね。うん、他も今日見てない。寿司がなくなるよ。大トロ食べちゃうよ。
室でやってるやつ。できました。はい、できました。最近この絵が多い我が家ですね。ママとかんちゃんの好きな貝づくし。貝って美味しいよね。貝はうまい。いただきます。さっきおにぎり食べないの。うん、ねえ、カニ味噌食べれた？味噌です。なんでウニ食べるの？ウニあんま好き。ん？違いが分からん。鶏もも2本お待ち。じゃあ別切りでしょ。またここがボワンってなってる。またねだろ。ああ。さっきから醤油に手突っ込み。うん、美味しい。眠いね。はい、パパ。美味しい。これ早く一緒飲もう。かんちゃん、あと5年か、ね、アルコールはちょっとまだ学生はやめとこうかなって。脳縮むし。俺縮みっぱなしじゃん俺。そうだね。頭でけえのに脳はちっちゃくなっていくんだ。残りの部分は何が入ってんだろうね。こんなに頭でかいのにさ、脳がちっちゃくなる。こんなにって言わない。そこには夢が詰まる。あ、無駄に、無駄にでかい夢、かなわぬ夢が詰まってただの願望。いいの、男はそうなの。なんか弾いてますね。弾き語りでもするつもりでしょうか。ひーんくん。いいね。かんちゃんは今頃夕ご飯です。いやマジ楽しかった。自学クラブと。うっきりは筋トレは頑張れ。楽しかったですか。自学クラブとガチクラブ2個。うーん、今日髪を切りました。後ろがすっきりしました。もう最低点はめっちゃ嬉しい。うん。